と糸ついてますかね。糸はついてる。でもなんか壊死してるのができちゃったら、結構なんか踏ん張ると結構ちょっと先だけ出てきちゃうことが何回か。そうだよね。食欲はあるわけですか。もう半分無理やり食べさせてるけど、あの自分で水分は取るんじゃない。健康チェック表は、あ、忘れてきた。はい、じゃあうんちはどれ、あ、うんちはおしっこはどれぐらいのペースで出ます。おしっこは1日1、2回はしてるわ。あ、1、2回してる。うん、許せないとどうしてもうんちをしたいから、うんちはでも出ないんですよね。42です。42で食べる方は自力で食べてる。いや、もう口開けさせて言うとしようか、ん、ゲルを貼って。どれぐらいあげるんだろう。どれぐらい、スプーン、ティースプーンある。ゲルの方ね。うん。ワオのゲル。はい。ティースプーンに一杯ぐらい。一杯ぐらい。一日それぐらい。うん、でも一杯はなんとかスプーンで食べてくれる。スプーンで直接開けて入れるみたいな感じになっちゃうけど、どうしても。うん、なるほど。で、動きはどうです？なんか最近3日前ぐらいかな、うん、ま、あのこれなってから口開けなくなったんだけど、自分で口開けてパーってやってて、それ結構元気になってきてはいるけど、やっぱうんちだったりお腹とかパンになるから出ないし。これさ、いつだっけ、23だから1週間、ここの間か。じゃあこれ糸取りますね。ね、どうにしか取れないから。私はね、本当はね、緩く塗ったんですよ。うんちは出る、うんちとしっこは出るけど、腸は出ないぐらいの、うん、そういう感覚では塗ってたんだけど、うんち出なかったんだね。はい、わかりました。ちょっと手に回して。本田さん、当選勝者。で、ゲルとさ、あの、あっちのペレットみたいなやつはあるの？ペレットとは？太顎用のペレット、ね、ドライフード。あ、買ったけど、うん、美味しいでも食べてくれないから。食べない。あの、ふやかしてやってます。とりあえずゲルだけあげてる。ふやかして、一粒はふやかしておいてくださいね。で、ゲルも食べるんだったら、うん、それもさ、ピンセットとかスプーンでさ、口元に入れるやつは、うん、あれも完全、あれの方がゲルよりもいいかと思いますからね。楽でいい。はい。やったらば。また前みたいに出てきたら自分で入れた方がいい。もちろん。出っ放しはダメ。なんか最悪出てきたら、入れれる範囲入れて、なるべく早くしてください。勝手に取れたのは別に問題ない。それが問題、それが問題なの。なんか勝手に気づいたら、それはね、取れてて、とっても問題なんですよ。だってさ、腸がこうなるわけですよ。でこれが出てるってことはさ、この粘膜が反転してくるわけですよ。粘膜が反転してこう、こういうふうに出るわけですよ。ちょっと絵が忘れたんですね。こういうふうになってて、こう出てるのが線だとしたら、こういうふうに粘膜面があるんですね。そうすると、この粘膜面が外に出てきた。この粘膜面が外に出てきて、こういう風になっちゃってると。下も。こんな風になっちゃって。まあ、これはもうついてるわ。ついて見えてるんだけど、これがさ、切れちゃったらさ、ここから出血しますよ。
切れたとか、出血しました？してない。ちょうどまだ石のところ残ってる。で、あんまりたくさんで、ちょびっとだったらまあそのまま解いて、ここの出血避ければここでうまくね、そのくっついてくれればそれでまあなんとか直腸は保たれるかもしれないけど、あんまりたくさん出ちゃうとさ、直腸の部分がなくなっちゃうからさ。よくこれの手術するときは壊死してなければね、押し戻して、まあ肺筋直腸を押す、だけどもう押し戻せれないと、そういうときは切るんだけど、なるだけ正常のところまで入れといて、それで切ってここを縫い合わせる、そういう手術をするかもしれない。でも言うほど簡単じゃない、ちっちゃいから。します。もしリスナーとして、ね。